河村亮は日本テレビ放送網のアナウンサー、同局アナウンス部専門部長、神奈川県茅ヶ崎市出身。茅ヶ崎に生まれ、その後父の転勤で、新潟県新潟市に在住、新潟大学教育学部附属新潟中学校、新潟県立新潟高等学校では、松井緑、伊藤里子と,と同期、早稲田大学政治経済学部卒業後、 九百九十一年に日本テレビに入社、報道、スポーツ、バラエティ番組など幅広いジャンルを担当し、バラエティでは、うっちゃんなんちゃんの売りなり、電波少年シリーズなどで、進行役、レポーターを務め、人気を博した、バラエティ番組では、タキシード姿で出ることもある。二千四年からは、プロ野球中継、ドラマチックゲーム千八百四十四の受教、ベンチリポーターなど、 スポーツ中継の担当がメインであるが、スポーツ以外の番組に出ることもある。24時間テレビ、愛は地球を救うでも、ちょくちょく顔を出すこともあり、2011年の24時間テレビでは、日本テレビの大先輩でもある、徳光和夫のチャリティーマラソンの実況を担当した。また、バラエティ番組のスポーツ、対決企画では、実況、進行を担当することが多いほか、不定期で、 商店の副音声解説放送も他のアナウンサーと持ち回りで担当することもある。初のプロ野球実況は1994年6月3日の読売ジャイアンツ対横浜ベイスターズ戦。初実況でいきなり、元木大輔岡崎香る大久保博士元の三者連続本塁打が起きた。ただ、大久保の場面で、こんなことがあるのか、と発言した際、頭の中が、 真っ白になりかけたという。実際、巨人の野手での三者連続本塁打は1988年7月6日の、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦での吉村、佐田翔、原辰則、両明らしいらいで、この試合が通算4度目であった。元富山テレビのアナウンサーで、現、グリーンチャンネルキャスターの高瀬幸子は、元婦人であるおほとんの鉄球で潰されかけたことがある。 2005年に第26回 NNS アナウンス大賞でテレビ部門大賞を受賞。2006年のトリノオリンピックの際にはジャパンコンソーシアムのメンバーとして放送に参加、カーリング競技の実況等を担当している。トリノオリンピックカーリング日本代表の本橋マリのことを、この選手はマリリンと呼ばれておりますと最初の中継で紹介したのは河村である。 2007年の箱根駅伝の実況の際、今井正人選手が足の湖にトップでゴールする際に、今、山の神、ここに降臨。その名は今井正人。と、実況し、その映像が翌年のニューイヤー駅伝の放送中、今井選手を紹介する際に TBS にて放送される。また、2006年の中日ドラゴンズセリーグ優勝決定試合と、 2007年の読売ジャイアンツのセリーグ優勝決定試合をそれぞれ実況したが、いずれも日テレジーでの放送であったため、地上波での放送はされなかった。2012年9月21日の読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦でも巨人のリーグ優勝の瞬間を伝えたが、これが自身にとって初の地上波における優勝決定戦実況となった。 2013年9月22日の巨人対広島東洋カープ戦でも巨人のリーグ連覇の瞬間を伝えたが前年とは違い地上波で放送されなかった日本シリーズでは2008年の巨人対埼玉西部ライオンズ第1戦2009年の巨人対北海道日本ハムファイターズ第4戦2012年の巨人対日本ハム第6戦2013年の 巨人対東北楽天ゴールデンイーグルス第5戦の実況を担当した。巨人のシーズン開幕戦の実況は入社以来一度も経験していなかったが、2010年3月26日の巨人対ヤクルト戦で初めてシーズン開幕戦の実況を担当した。2016年3月25日にも前回と同じ組み合わせで自身2度目の巨人のシーズン開幕戦の実況を担当。 担当した二度とも巨人は勝利を収めている。以前には2005年3月26日に千葉ロッテマリーンズ大楽天の開幕戦を実況。日本テレビでは珍しく、セパ両リ,リーグの開幕戦実況を行った数少ないアナウンサーである。また、メジャーリーグの日本開幕戦は2004年と2012年の二度、開幕い一戦の実況を担当している。また、 2013年5月5日の巨人対広島戦では、松井秀喜長島茂雄 W 国民栄誉賞受賞記念スペシャルとして、特番の司会及び中継の実況を担当した。2019年6月1日付で、アナウンス部専門部長に昇格したが、スポーツ実況活動などは従来通り行っている。アナウンス部長は直前まで情報。 制作局バラエティセンターチーフプロデューサーだった伊藤治が就任した。ただし、日本武道館でのゴールは、後輩の羽鳥慎一が実況を担当した。マリリン・ショットほぼ日刊糸井新聞カリア、不自由インタビュー2006年6月27日、発信当初は、BS 日テレと日テレーのみだったが、巨人の優勝マジックが1であったため、急遽地上波での放送が決定した。 BS 日テレと日テレジーのみ、巨人が優勝マジックを1として迎えた同日、デーゲームで行われた、阪神タイガース対ヤクルト戦で、マジック対象チームの阪神が6-7でヤクルトに敗戦したため、優勝が決定。なお、阪神の結果次第では19時から試合終了まで、地上波で緊急中継が予定されていた。ちなみに、胴上げ投手は前年に続いて、 西村健太郎である。2019年の巨人対福岡ソフトバンクホークス第5戦の実況を担当する予定であったが、第4戦でソフトバンクが勝利し、4連勝で日本一となったため中継そのものがなくなった。開幕投手は2010年が宇都哲也、2016年は菅野智之で、二人とも勝利投手になっている。 放送は12時45分から16時55分まで。ゲストは、徳光和夫、亀梨和也、長島和重。中継の解説は、山本浩二と、辰波和義。試合は、巨人が、ホセロペスのシーズン8号ソロ本塁打と、内海哲也、西村健太郎、山口哲也の投手リレーで1から0で勝利し、花を添えた、同期入社芸能人、ありがとうございます。